トランプ前アメリカ大統領は4日、コメント、写真と動画投稿などができるソーシャルメディアプラットフォームを利用し始めました。同プラットフォームではまだトランプ氏しか投稿できず、ユーザーの返信及びトランプ氏との交流はまだサポートされていません。FOX ニュースによると、フロムスデスコフ・ドナルド・ J ・トランプというプラットフォームは、 トランプ氏の元選挙顧問でデジタルメディアディレクターであるブラッド・パース・カル氏が率いるチームによって構築されました現在のユーザーに随時トランプ氏の更新をお知らせすることができ今後多くの機能追加とアップデートをしていくといいます4日トランプ氏は同プラットフォームで初めて利用したプロモーションビデオを投稿しました 同ビデオで同プラットフォームを安全で自由に討論できる空間だ」と述べました。